ですか。はい、こんばんは、ワンピース。イエーイ、久々の投稿でございます。皆さんお元気でしたか。元気だった結果、内筋はね、ヒゲがいっぱい伸びました。イエーイ。ぜはははは。一応ちゃんとワンピースに絡めてくるっていうね。YouTuber としての質が上がりつつあるということにしときながら。はい、まあこの自粛期間長かったですけど、何やってました。縄跳び。縄跳び。なんで？縄跳びって大変なんだよ。いや知ってるけど。まあ縄跳びをやってたそうで。300回。300回。あ、結構やりますね。6分ぐらいで終わる。そうなんだ。いいっすね。何やさん。僕はもうずっと料理してましたね。なんか何作るの？あのね、最近カルボナーラにハマってて、卵黄だけ作るんですけど、難しいんですよ結構。あの最後ダマになっちゃうから。3時間。そう。何も出てこない。何も出てちょっと久々すぎて会話がうまくいかないっていう。はい。じゃあまず告知をしていきたいと思います。はい、なんとワンピースがこの度ウームさんとコラボすることになりました。イエーイ。どんなコラボかって聞かれると、ワンピースの、テレビアニメとかの曲をウームさんの所属しているトップの YouTuber たちが歌ってくれているというすごいアルバムなんですよね。ありがとうございます。はい、もうすごいですよ。皆さん絶対聞いたことあるね、はい、ヒカキンさん、セイキンさんがね、ビーヤを歌ったりね。そう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 ね。いや本当でもフィッシャーズの2人とかも出てくれてて、普段から漫画でコラボしてるので、また歌でもコラボできてよかったなって感じしますね。ね、他にもね、東海オンエアのとしみつさんとかね、はい、もう素晴らしいアーティストの皆さんが、そうそうたるメンバーが、ね、出てるんで、はい、まあ僕らみたいなこんなカスが紹介していいのかっていうすごいことが起きています。はい、はい、続きまして、今ですね、3月ぐらいからですかね、ワンピース結構長い間61巻分公開しておりまして、なんとこの度6月30日までゼブラックっていう集英社公式の書店があるんですけど、そこでワンピースを無料公開しております。イエーイ。いや素晴らしい。61巻です。61です。いやすごいですからね、61はね、ほんとね、今まで海外の漫画が無料になる関数だからね。そう全無料になるね、関数ですからね。なんかね、これを機にあの結構読んでくださって皆様も多いみたいで、そうですね、うん、やっぱりあの和の国編っていうのは結構そのいろんなね、ワンピースに関わるいろんなことをね、こう伏線を回収していくタームでもあるんで、はい、もう一回読み直すと、ああこれあそこで出てきたあれじゃんとか、そういういろんな発見があると思うんで、うん、ぜひぜひこれを機に6月30日までやってますので読んでください。追いついてみよう。イエーイ。はい、ではここに何があるかと言いますと、ででんでんででんでん、これはあれです。グリーンさんとのフィギュアコラボがついに実現しました。イエーイ。よかったね。いやこれすごいんす。すごいのができましたよ。すごいできるんです。はい、ここに出してもらいましょう。はい、これがね、今受注販売受付期間。でね、これね、やっぱりあのグリーンさんがね、お医者さんっていうか歯医者さんっていうのもあって、はい、お医者さんコラボなんですよ。ワンピースの中の。はい、なので他のワーコレもね、これグリーンさんのコラボ出てきたんですけど、まあ総じて医者キャラですからね。ヒルルクにクレハ、ロー、チョッパー、マルコ、クロッカスと、はい、もう医者キャラが全部揃っております。素晴らしいチョイスです。はい、というね、でここのね、ちっちゃいところ何が書いてあるかって言いますと、うん、これもね、やっぱお医者さんのね、手配書だったりするわけですよね。あ、すごい、医者データがたくさん。そう、データがね、あ、治癒中のマンシェリーもいるじゃないですか。いるじゃないですか。治癒能力を持ってる人揃えたね。カヤ、うん、もやっぱ医学勉強中だからこういますからね。というね、あのお医者さんコラボをやっております。いや出来がいいな。いや素晴らしい。というわけでこれとですね、7月の末までかな、受注しているので、ぜひ皆様ワンピースマガジンを読んだり、まあ、ホームページに行ってみたりしてもらって、うん、受注をやっていただければと思います。その通りです。はい、はい、というわけでここまで、いろんなね、告知をさせていただきましたが、我々の動画ただでは終わりませんよ。はい、ちょっとね、このチョッパーフィギュアに関してはまだ出ていないので、これは皆さん受注していただいて、今回僕たちからやっぱりね、いつもの、ね、プレゼントを差し上げたいと思います。おプレゼントを持ってきてください。はい、はい、というわけでですね、皆様には今回はこのキングオブアーティストのギアフォールフィギュアを差し上げたいと思います。やったー。で、1名ずつ、計2名様にプレゼントです。はい、で今回プレゼントの応募方法に関しては概要欄を参照ください。お願いします。はい、誰ですか？すいません、ワンピースの新しい原作担当になりました、ジャンペンシブの岩崎と申します。お願いします。俺は？うるさかったら。いや、俺は？